はい、どうも、イゾログです。今日は、この間の動画を消したんだけど、やっぱりいろいろな内容を、一つの動画に入れるってなると、ちょっと15分で、まとめるって結構きついんで、はい。まあ、一応、一つのタイトルで、そのタイトルのことだけを一つの動画に入れます。まあ、当然だけど。まあ、逆にその YouTuber でもないんで、どっちかっていうとね、ぼんやりふんわり、喋りたいことを喋ってるっていうだけのスタンスのやつなので、まあそんな感じでやっていきます。はい。で、今日喋ることはですね、まあ空き家バンクを使うときに、絶対に見るべきことですね。はい。で、まあこれ過去僕も、鳥取行って岡山行って、まあ北海道にも学生時代含めて7年いたり、まあスキー場バイトで長野行ったり群馬行ったり、まあ新潟、岐阜だね。まあ一応いろいろ転々とし、やっぱりその 地域の人間性が違うわけよね。やっぱりそれ自分が人たちに合うか合わないかと、まあ逆に合わせられるか合わせられないか、あと、それらをのベースとして、その土地に対してこのインスピレーションが合うかどうかだよね。そこら辺を総括っていうか、なんとなくの、まあ、全国47都道府県回ったわけじゃないけど、それなりにちょっと行ってみて、感じたことと、あと、これ絶対失敗だよなっていうのもあるので まあ一応それら、ちょっとコンテンツにできるぐらいの傷が溜まったので、まあちょっと解放してみようかなと思います。はい。傷が溜まったからコンテンツとして解放、ちょっと意味わかんないけど、まあ確かにね、傷ついてきましたよ。当たり前ながら。だから、まあ失敗はしたので、僕、まあ一応気になる人は小耳に挟んでおいてください。僕の、まあ実体験ではあるんで共感してもらえる、そんなとこあるの？とかっていうのは、まあ小耳に挟んでおいて損はないっていう、ちょっとマイナス目、ネガティブな内容のお動画です。では行ってみます。はい。で、空き家バンクを使うときには何を見るべきなのか。地域性ですね。ズバリ。はい。で、その地域性っていうのは何かと申しますと、ちょっと今ホームページを見てます。はい。かな。まあこういう、わかるかな？住み合い空き家っていう格安空き家&古民家情報っていうのがあって、今これは大分の物件、150万のやつを見てますね。はい。で、これくるくるっと下の方に行って、まあ、ちょっと気になること。まあ、やっぱりその自治会なんですよ。で、その自治会の付き合いと、お金なんですよね。なんかね、付き合いで結構金が出たりするんですよ。まあ、自治会年会費1500円、プラス赤い羽募金と赤十字募金など、その都度集金。まあ、これ金額わからず、集会所など維持費として年2回、それぞれ2000円。集会所等で炊き出し、で、使用料1回1000円。河川清掃が年1回、5月、不参加は1000円徴収。道路の草刈り、清掃、不参加は1000円徴収。何祭りって言うんだろう、ちょっとわかんないけど、まあ、7月21日で行われ、とかね。はい。まあ、こんな感じかな。まず、見るべき地域性。まあ、大体、まあ、地域性っていうか、付き合い、だね。付き合い。まあ多分これハマればハマるのかもしんないけど、どうなんだろうな。で、あとその他、お祭りに関して半年が6000円。1月、7月の徴収の積み立てを行っている。結構でかいね。っていうことは結構相当な祭りなのかなっては思うけど、で、また9月にも、まあ、祭りがあって、1世帯2800円の負担。まあ、これは有志会と婦人会が行われてるっていうのがあるんで、逆にまあね、その地域で言えば、そのゴミ出しとかのルールはしょうがないと思うんよ。で、自治会費、あと僕の場合、秋田来週行くんで、まあ、雪国の場合であれば、自治会費として、除雪、
料金だよね。で、まあこれをちょっと重点的に聞こうとは思ってます。なんでかって言ったら、あのね、なんとか公道図だっけ、道路の、あの土地とあと建物の形が入ってる道路があって、でそこの道路があの赤道っていうところだったり、まあ赤道っていうのはもともとはあの土地開発の段階で、道路になるはずの予定地になったんだけれども、いざ宅地とか開発が進んでみたら、まあ木材の端材みたいな感じで余っちゃったっていう場所があるって、それが赤道って呼ばれてるところらしいんですよね。で詳しくは、まあ、僕も勉まあなんだっけな、やっぱり家買うと勉強するので、まあ大体これかな、まあ不動産の教科書とかこういうのがあるんで、あの自分で調べてみてもいいと思う、見た方が絶対にいいですね。はい。やっぱりこういう他人の発信してるコンテンツっていうのは、別に間違ってもいいよね的な半分、あの絶対正しさを売りとしてるコンテンツが絶対あのどれくらいあるのかっていうのは僕もわかんないんで、で僕も僕なりに調べて僕なりの理解したことでしか言ってないので、そこまで僕は自分で調べたところまでは責任持つけど、またそれを当てにしすぎて失敗しましたっていう責任は持たないので、まあこればっかりはご自身でやってください。まあ発信してるのはいい加減かもしれないけれども、ちょっと知るためのきっかけの発信をするっていうことでは、まあ有益かなと思って発信してます。で、あと話をその除雪と自治会費に戻しますけど、その市道だったり、あの赤道だったりとかがあったりするんですよ。で、あとその地域性で共用、どこの誰の土地でもないんだけれども、なんとなくみんなでその土地使えば場が回るよね、的な感じで、指導がみんなと共有されているところがあるんですよ。で、前秋田の物件もそれ見に行って、あ、別の、来週行くことは別なんですけど、まあそこで見てきて、まあそこは車置いてもいいけれども、本当はダメなんだよね。でも、地域のグレーゾーンというか、まあ周りが言っているから、まあ置いてもいいよっていう、結構ね、僕的に一番嫌いなグレーゾーンなんですよ。うん、僕的に一番嫌いなんですよ。で、不動産業者、仮にそこの家買っても、で、そこに車を置いて、文句言われたら逆に不動産業者はこう言ったんだけどって言ったって、不動産業者はもう、あの、うちが売り物として管理してないから知りませんで切られて終わりだし、だからそういうグレーゾーンがあるかどうかなんですよ。除雪をするにしても、どこまでその除雪って、除雪費を払ったとして、どこまで、あの、除雪が入ってくれるのかっていう部分までは、まあ、買うまで買ってっからだけど、まあ、雪国だったらね、そんぐらい自分で除雪機買って除雪せえやって言われるのがオチだけど、お金払うんだったらそこら辺もね、きっちり したいです。僕の場合は。はい。そうですね。で、あとは、まあ除雪費と、あとその地域性の付き合いと、あと人間性ですね。で、前僕も鳥取に行った時失敗してて、あの、100% 監視をされるようなとこでした。まあ、あの時は僕は地域おこし協力隊だったんですけど、あれだ。税金でもらってるでしょ、嘱託職員だから給料ね。で、あの時の僕が行った場所は地域に1軒のローソンと1軒のスーパーしかなかったのね。で、もちろんその地域のスーパーで買いたいものはないから、あの鳥取のね、米子だったかな、米子まで、米子っていう鳥取とはちょっと逆の、あのちょっと都市部がある、あのあるんですけど、そこまで車飛ばして買いに行ってったんですよね。でもそれがなんかどっから感覚とバレたっぽくて、ある日突然、なんでお前あそこのスーパーで買い物せんとって言われて、いや別にあそこで買いたいものないんでって言ったら、お前はなんか税金、役場の税金で給料もらってんだから、あそこで買い物しないとあそこのスーパー潰れるぞ、どうしてくれるんだぐらいのこと言われたんですよ。そんでぶち切れましたけど当たり前じゃんこっちにも消費者としての選ぶ自由があんじゃんね。だからそういうことは正直な話言われましたよ。言われました。まあ確かに嘱託職員っていう立場だったからかもしれないけど、だとったとしても言っちゃいけないでしょ。だからそういう助成金に依存しすぎた地域ですね。あの鳥取のあそこで、あの時のあの場所で言えば、地域住民がやたらめったら助成金に詳しすぎること、これちょっと不気味でしたね。あの地域の人間性として、役場の助成金の窓口かお前ぐらい詳しい、みんな。で、あれはしょうがなかった。地域性として。あの、助成金を役場が引っ張ってこれなかったら、あそこは地域としてやっていけないんですよ。だから多分地図から消えちゃうんですよ、一発で。だからその地域住民の人、それ分かってるかゆえに、
役場に対して絶対的なこう忠誠を誓ったりするんですよ。役場が私たちを生かしてくれてるみたいな感じで。だからそういうなんか宗教的になんか役場を、の人たちを崇拝しているようなところというか地域性の人たところはちょっと勘弁ですね。はい。なのでやめた方がいいと思います。てか、やめます、僕は。とりあえず空き家の物件を見に行った時にそういうところを見ますね。はい。あと役場の人に案内してもらった時に、まあどういう反応が見れるのかです。不動産の営業マンと役場の案内の人だとなんかね、地域住民の反応、あからさまに違うんですよ。だからそこら辺を考慮して僕はあえて空き家バンクで役場の人に案内してもらって、役場の人と、地域住民の人を、はじめまして、みたいな感じで声かけてもらって、話しますね、内覧に行くとき。だって絶対なんか態度違うもん。違ったもん。はい。まあ、これ僕の、まあ、一軒もこれから一軒目を買おうっていう素人なりの、考察なので、あんまり参考にするかどうかは、まあ、小耳に挟んで頭の片隅に置いて、そのまま消えちゃってもいい程度のことです。ちゃんと不動産投資としてやってる人の動画のチャンネルなんていっぱいあるんで、そっちを、参考にしてください。はい。で、まあ、あとは次ですね。自治体の、なんだろ、空き家バンクで買うときの話ですけど、自治体の当事者間に丸投げで、宅建協会から宅建士を呼んでるのかどうかがちょっとわからないという物件っていうか、そういう売られ方をしてる物件が過去ありました。なので、ちょっとこれも今、パソコンで表示してあるので、見てもらっていいんですけど、はい。まあ、これがですね、僕のブログ記事ですね、過去。で、まあ、これ写真を拡大しますけど、まあ、どうなんだろう。まあ、これは過去を僕が印刷したやつですね。この物件ナンバーってあるけど、はい。まあ、空き家バンク、当時僕があそこを鳥取に住もうとしていた場所の空き家バンクになります。で、一番ね、空き家の賃貸条件などですげえ引っかかってんの、これですね。家賃。2万円から3万円。で、この文章が一番俺嫌だったんですよ。使用する部屋数により協議。なんじゃらほいって感じでしょう。要するに、戸建て賃貸じゃないっすよ。多分、この文章を見ると。戸建てじゃないんだけど、間借りの契約になるんじゃんって思います。はい。まあ、ちょっと今、動画の尺がないから、15分の尺がないからちょっと切っちゃいましたけど、後で見といてください。まあ、今、これ読みますけど、家賃2万円から3万円、使用する部屋数により協議。これわかんないっすよね。戸建て賃貸でもないし、アパートの賃貸契約にも多分該当しないと思うんですよね。どういう契約かわかんない。要は、これ戸建て空き家なんだけれども、築55年の古民家風の家、木造2階建てなんですが、使用する部屋数により協議、家賃が決まる。この売り方はまあいいんだろうけど、どうなんだろうね。全部入居者負担、補修とか、それらは、まあ、入居者、もしくは当事者間で協議なので、当時僕、これ宅建協会にね、電話して聞いたんですよ。ちょっと今、記憶が曖昧だけど、契約としてはこれダメですよねって言ったら、ちょっとおかしいっすよね、怪しいっすね、ぐらいにしか言われなかったので、まあこういうは空き家バンクとかは、地方によっては、ちょっとこういう危なっかしいなんか、のがありますね。うん。なので、自治体が、まあ、買うときに当事者に丸投げをしてしまっているっていうところもあります。で、もちろん、自治体によってはね、この間、長崎に電話で問い合わせただけですけど、あと、宇佐か大分の、あそこら辺は、もう、不動産屋に全部、空き家バンクの物件の譲渡とかは、案内とか内覧も任せてやるから、不動産屋、提携している不動産屋に連絡しろっていうふうに言われたりもしてるので、まあ、何でもかんでも当事者間で協議っていうふうな記載をしている場所はちょっと気をつけた方がいいかなって思います。っていう空き家バンクを使うときに絶対見るべき地域性でした。では、今回これで終わりです。